違うぞ。何これ。ここからいきます。よーい、カメラOK、音OK、役者OK、よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。福袋動画11本目、2022年ラストの福袋動画となります。ラストを飾るにはこちらでございます。はい、前回同様なんですけども、オンラインクレーンゲームどこでもキャッチャーさん、前回はですね白というものを出したんですけども、今回はですね紅こうっていうのかな、くれない絵を開けていきたいと思います。前回自分にとってはですねお得な福袋となりました。で今回開けていくんですけども、お、波来た来た来た、あ、またチュール出ないかな。早速ですね開けていきたいと思います。全く同じものが出るのか、それとも違うものが出るのか、そして持っているフィギュア出るのか、楽しんでいただければなと思います。開けていきたいと思います。8つ入っていますので見ないように、ちょっとまずは手探りでいきたいと思います。前回のね、皆様に興味がある方はですね、来年挑戦してみてはいかがでしょうか。おお、違うぞ、前回と違う。え、何これ。とりあえず、あ、これはね多分クッションとかそれ系かな、かなりでかいクッション。じゃーん、おー、呪術廻戦のクッションでございます。まあ、クッションって言っても子供だと枕になるよね。いや、これ枕にしようかな。結構もう古い枕なんで、弾力性としてはまあまああるんで、これ多分枕として使います。さあ次行きましょう。お、ぬいぐるみ来た。前回は確か原神のタヌキみたいなやつなんですけど、今回は違いますね。でかいな、でかいぞ、かなりでかいです。行きます、ぬいぐるみ行きます。ダーン、お、なんだ、うわー、サメや、サメが来ました。ちなみにですね、監督なんですけども、劇場でですねジョーズを見て以来、大人になってから見てもうサメ恐怖症になりました。というわけでですね、ぬいぐるみ自体は好きなんですけども、サメなんですよねこれね。はい、こちらサメーズふわふわうつ伏せぬいぐるみ XL サメでございます。個人的にこういう可愛いサメでもちょっと恐怖を感じております。サメのぬいぐるみありがとうございます。じゃあ次行きましょう。あ、あとは1回黄金の袋出させていただきます。黄金の袋いでよ、ダーン、福袋ないようにしつつも、あ、小物系が入っているので、まず小物系出します。じゃん、こっちからだと見えないんだよ。白いバッグ、さあ何でしょうか。うん、セーラームーンですね、これはね。こういう型にかけるバッグですね。ありがとうございます。次行きましょう。正直なと監督的にはビビッと来ておりません。さあ残り何が来るのか。小物系先に開けます。せん。はい。お、違う。中身が全然違う。前回ですね、5等分の花嫁、一緒にマスクだっけ、なんかそんなやつ出たんですけども、こちら、なんだこれ。お、ケイソード。ケイソードとは、太古の植物性プランクトンが長年にわたり、海底や、これなんて読むの、速乾性、防臭性に優れた天然素材、ケイソードコースター丸というものをですね、ゲットさせていただきました。ありがとうございます。これは使えますね。まあ、今、冬の時期には使わないんですけども、夏にはデスク周りにアイスコーヒーとか乗せるときに、これを使っていきたいと思います。落とさないようにしないとね、これ多分パリンって割れるんで、こちらでございます。はい。これは実用的でありがたい。はい、じゃあ次いきます。じゃん、おー、初音ミクのスタンドヌードルストッパーでございます。あー、なるほど。カップ麺を待つ時に置くヌードルストッパーですね。はい、というわけでこれはカップ麺の上のおもしとして、こちら使いたいと思います。続きまして、まだ小物系がありますね。でん、これ、呪術廻戦。呪術廻戦立体ラバーマスコット、丸2番、全6種。ちなみに、こちらはちょっと、存じ上げません。9話まで見たんですけど、この人出てきたかな、ピンとこないです。次行きましょう。続きまして、またちっちゃいフィギュア、でん、トリプル A、 あー、 A パンダ、スリープ、ロッキーマスコット全5種。トリプル A はあのアーティストですね、フリューさんから出されております。ありがとうございます。続きまして、缶バッジ、でん、東京リベンジャーズ、ギャラクシーシリーズ缶バッジ、三ツ矢隆かな。ありがとうございます。東京リベンジャーズは映画版だけを見ました。そして前回も出ました、こちら在庫処分、サンタのお菓子、あ、違う違う、レモン飴、マンゴー飴、そして同じくガムとラムネでしょ、ラムネでしょ、クッキーラムネが2つ付いております。余っちゃったんだろうね。はいはい、というわけでですね、在庫の部分が全て、じゃあ在庫だね、雑貨パートが終わりました。続きましてフィギュア3つ連続して開けていきたいと思います。お願いします。ちっちゃいやつからいこうかな。あ、これキューポスケットっぽいな。あれ4つある。あ、そっか、もう1個長いやつあるんだ。え、あれでもなんか長さ的に足りないな。前回なんですけども、あのバッグ入れバスケットゲットしたんですけども、今回ちょっと違う。いきましょう、こちらです。初音ミク書き下ろしビッグタペストリーボリューム1。おー、いいですね。ちなみにこちら A と B どちらかというと、初音ミクとなっております。なかなか飾りづらいんですけども、飾ります。こちら持っております。普段かけていますが、化け物語の推しの忍ぶ漫画版のイラストです。
どうしようかな、ちょっと待ってね。ビッグタペストリーでどれくらいの大きさなのか。おお、え、待って、これかなりでけえ、想像以上にでかいよ。見てください、ペストリーはまあ欲しかったんでこのような形になっております。ガチモンのタペストリーですね。うわ、でかいよ、でかいよ、これちょっと相当でかいです。こういう物のパーツ、つなぎのやつ、こちらをですね差し込んでこれくらいのサイズになるという、この丸いちっちゃい左右につけてギュッとして、こちら、これが上ですね、つけて、前回の福袋と中身が全然違うので、ね、これはこれで楽しめますね。こういう感じですね、がっちりした結構太めのですねボール素材でガシッとね、下の部分に関しては同じくついてるので貼ってねができます。こういうタペストリー持ってなかったんでいい機会でございました。カメラさんちょっと下がってもらっていいですか。でっか、うわガチもんやん。こんな形でですねめちゃくちゃでかいな。ただこれを部屋に貼るともうねえ、35です。いやでもいいか。誰も来ないし。ちょっと簡素な作りで比べて比較しますと、大きさとか太さがですね、全然違いますね。画角に収まりきりませんね。さらに下がります。サイズ感的にはこれくらいの大きさで、かなりでかいです。というわけで、こちら、初音ミクも、ちょっと子供バージョンなのかな？ありがとうございます。でも初めてこういうガチモンのタペストリーもゲットできたんで、とても嬉しく思います。監督超期待のですね、フィギュア部門3つ、いきたいと思います。まずはこの、絶対にキューポスケットだろうというですね、サイズ感出したいと思います。前回はね、アベンジャーズのロケだったんで、知ってるキャラクターがいいな。結構監督ですね、キューポスケット今20体ぐらい持ってるんですよね。こちら、監督のキューポスケットコーラなんですけども、はい、こちらにたくさんのキューポスケットがおります。こちらは鬼滅コーナーでございます。最近新しいネズコも買いました。で、犬夜叉、ナミ、チュンリー、トドロキくん、猫娘、お茶子、名前思い出せない。さあ、被るのでしょうか。できれば持ってないキャラクターがいいな。いきます、キューポスケット部門はこちらです。はい、おお違った、なんだこれは。あー、でもこういう商品があるのは知ってる。天水の作姫プレミアムチョコモテフィギュア。チョコモテは結構持ってるんですけども、これはアニメなのかな、ちょっと調べていいですか。ゲームですね、プレイステーション4で出ております。ストーリー的には、神々が住む頂きの世、蝶の世、人々が住む、読めない、全然読めない、鬼退治をするような物語のプレイステーション4のゲームらしいです。おにぎりあります。でも待ってよ、これさ、鬼滅の刃もさ、おにぎりみんな持ってんだけどさ、これちょっと、ありがとうございます。次行きましょう。じゃあ残り2枠になりました。ちっちゃいやつから行きましょう。行きます。チョコのせかな、ドーン、おー、ドラゴンボールキューポスケット、ブルマでございます。ありがとうございます。これは開けよっかな。ちょっとドラゴンボールはですね、正直集めてないんですけども、開けちゃいますね。A タイプの方でございました。キューポスケットはね、手軽に飾れるので、監督的にはかなり嬉しいものですね。3つに分かれておりました。台座は黒でございます。そして体パーツの穴に、で、顔を、というわけで、こういう感じで、多分ドラゴンボールをですね、探してる感じだと、これ多分ドラゴンレーダーじゃない？ブルマのキューポスケットでございます。ありがとうございます。ラスト行きましょう。前回はですね、監督が集めているレムが出ました。今回は誰が出るのでしょうか。今のところ超特大ヒットが出てきておりませんので、ここは期待したいところですが、かなり大きめなフィギュアとなっております。福袋動画今年ラスト行きます。で、持っております。スーパープレミアムフィギュア、かまど炭治郎、兄弟の絆、持っていたー。炭治郎持ってきます。ねずこも今いるんですけども、こちらですね。炭治郎と一緒だよね。はい、こちら炭治郎と一緒ですね。というわけで持っておりました。ねずことですね、セットにすると、まあ、兄弟で手をつなぐことができるフィギュアなので、監督的にもこれかなりおすすめなフィギュアとなっておりますので、持ってない方はぜひ購入してはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、以上でございます。段ボールもこちらございません。はい、おさらいしたいと思います。まずこちら、呪術回戦のビッグクッション。続きまして、サメーズ XL のぬいぐるみ。サメが嫌いなんです。水族館行ったら多分ね、サメ見れないな。続きまして、多分セーラームーンのポシェットバッグかな。小物セットですね。軽ソードと、東京リベンジャーズの缶バッジと、呪術回戦のラバーマスコットと、トリプレイのマスコット、初音ミク、アクリルサンド、ヌードルストッパー、サンドさんからのお菓子。続きまして、めちゃくちゃでかい、初音ミクのタペストリー。続きまして天水の桜姫、続いてキューポスケットのブルマ、そして鬼滅の刃炭治郎、兄弟の絆、持っておりましたというわけでございます。まあ、正直言いますと前回が良すぎたのかなという感じはあるのですが、ビッグタペストリー、初めてタペストリーをゲットしたんで、
飾ります。はい。というわけでですね、福袋動画、この動画で2022年ラストとなりました。ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、福袋動画ですね、今回の動画で終わってしまうのですが、まあ、年末年始以外にもですね、例えば、駿河屋さんとか結構監督行くんですけども、福袋ならぬ福箱系もね、出していますので、なんか見つけてね、良さげなものがあれば、ちょっと購入して、こういった動画にしていきたいと思います。そんなわけでですね、今後こういった動画上げたいと思いますので、興味がある方で、ね、今のうちにチャンネル登録をポチッと押して、登録していただきますとありがたいです。では、また、次の動画で会いましょう。はいはいはい。追跡してきて化石した強的なね、珪藻土はね、夏使っていきたいと思います。あ、ヌードルね、ヌードル、カップ麺をカップ、まあこの後は開けようかな。一体指が小指死んだ、やべえ、ツル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 。はい、というわけですね、テンポっていうのかな。まずこちら、これ作家の部分か。というわけで、まああとね、キューポスケットに関しては監督結構集めてるので、これも嬉しかったです。このサメどうしようかな。